皆さんこんにちは、福ちゃんです。今回のハマる横浜 FC もリモート収録でお届けしていきます。まずはこの方をご紹介します。うっちーさん。はい、福ちゃんこんにちは。よろしくお願いします。はい、2020年最後の収録ですね。あっという間だね。あっという間ですね。本当に1年が早いんですけれども、ね、2020年最後のハマる横浜 FC のゲストはどんな方でしょうか。そうですね、横浜 FC の至宝というか日本サッカー界の至宝ですかね。ということでもう早速登場していただきましょう。今回のゲスト選手はこの方です。どうぞ斉藤光輝選手、よろしくお願いします。いやすごい、お願いします。お願いしますちょっとお久しぶりになるんですかね。そうですね、お久しぶりです。いやでももうこの番組にも何回も出演していただいてありがとうございます。今回はですね、いろんな話題がね盛り込まれている回となると思うんですけれども、まず今シーズン J1 で戦ってみてどうですか。まあそうですね、通用する部分もあれば、まあ、なかなか通用しない部分もあって、まあ、いろんな試合で課題が生まれてくるんですけど、まあ、その一つ一つの試合で課題が出ることが J1 ならではだと思うので、まあ、そういう課題を一つ一つ克服していくのも楽しいことだなというふうに思います。ウッチーさんは J1 で の戦いぶりを見ていてどうですか、うん、斉藤光輝選手。まあ、後期もそうですけど、チーム全体としてやっぱり J1 の壁は高いなっていうのを感じてますし、でもしっかり成長できているので、来年につながるいい戦いができているんじゃないかなと思います。しっかり活躍してくれているので、斉藤光輝選手が、うん、見てる方はとっても楽しく拝見させていただいておりますが、うん、ちょっとあの話に触れてもよろしいでしょうか。いや触れますか。いいですか来シーズンベルギーリーグへの移籍が決まりましたけれども、今のお気持ちはいかがでしょうか。本当に新しいスタート地点だと自分の中で思っているので、まあ、一番楽しみっていう気持ちが強いです。もう本当に楽しみですよね。ウッチーさんは横浜 FC としてこう世界に送り出すっていうことなんですけれども、クラブとして大事な主力選手が抜けるっていうことは痛いんですけど、まあ、やっぱりクラブだったり選手が他の選手が成長するいい機会ですし、まあ、横浜 FC からそういった選手が出てくるっていうのはすごく光栄なことだと思うので、クラブとしても嬉しいことだと思います。ちょっと寂しい気持ちと、あすごいな頑張ってほしいなっていう気持ちがファンとしてはあったんですよね。なので、ベルギーリーグの話に関してもですね、後ほどまたゆっくりと聞かせていただきたいなと思いますので、それではハマる横浜 FC12 月号スタートです。今回のゲストは来シーズンベルギーリーグへの移籍が決定した横浜 FC の至宝斉藤光輝選手。世界へ羽ばたく若きストライカーの素顔に迫ります。この番組は株式会社アンデザイン、食を通じて喜びと感動を株式会社レオック、YCV テレミン商店街の提供でお届けします。まずはプライベートなお話で斉藤光輝選手を丸裸にしていきたいと思います。以前ねインタビューさせていただいた時があったんですけれども、その時はもうおよそ3年ぐらい前になるのでちょっと変わってるかなと思うのでがっつりと今回また掘り下げさせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。まあ、まずはやっぱり自分のチャームポイントはどこですか。笑顔です早いねいやでもその笑顔でも、ね、横浜 FC のサポーターの皆さんは翻弄されてますけれども、また海外の美女も翻弄しちゃうのかななんかね翻弄されてほしいですねサッカーだけにしとこう。サッカーだけやめてくださいって、そんな翻弄しているとかやめてくださいそんなつもりないし。座右の銘だったり好きな言葉ってありますか。この自分の LINE の一言コメントにしてるんですけど、うん、
楽しむ自信っていう言葉です。ちょっとわからないよね。うん、え、それはどういう意味でしょう。楽しむにもやっぱ自信ないとそれ以前の問題だと思って、楽しむためには、まあ、最低限の自信というか、まあ、そういうのはないといけないと思うんで、はい、じゃあこれ誰かに言われた言葉とかですか。いや、そんなことないです。自分で考えて、はい、はい、わかんないです。これで誰か言ってたら恥ずかしいですけどね。いや、あんまり聞いたことないよね。でもそしたらもうあのここから発信されて斉藤光輝の名言みたいなね、うん、言葉みたいな56で出るよね。うん、出てほしいですね。実は私〇〇なんです。まだ自分免許取ってなくて、うん、今免許取得中で、はい、うん、通ってますね。間に合う？今ちょっと怒涛の追い上げ見せてます。ちなみに今あのどのあたりなんですか、あの進み具合としては。終盤の方ですね。外に出て運転してる？あ、もうしてます、してます、してます。いや、見つけたいね、ちょっとその車見つけたいね。分かりやすい、こんなになってるんで車。そんなに？ちなみに、まあ、その教習所内でいろんなことするじゃないですか。得意なこととかあります？例えば駐車とか、なんかクランクとかいろいろあるじゃないですか。発進の時の確認が得意です。運転じゃないもう。あ、運転じゃないですか今の。え、ちなみにその確認って何かありました？習うやつでしたっけ？なんかミラー見て目視して合図出してバックミラーみたいなやつっす。でもその笑顔でなんかこう道入れてくれそうだね、みんな。いやいや、どういうことですか。もうそれちょっと無理やりっす、内田さん。内田さん、それは無理やりでした今の。窓開けたらさ、なんか大きな笑顔あったら入れちゃうよね。なんか厳しい教官とかいました？いないっすね。大体上手いって言ってくれます。斉藤光介選手ですか？上手い、上手い、上手い。なるほど、そういうことで。じゃあ、普通にあれ上手いって言ってくれるんですよ。だからそんな怒られないんですけど、でなんか前にその教習所行って同じ教官に当たった人とかに聞いてみたら、その人も上手いって言われてたんで、みんなに言ってた。褒め上手なんだ。そう、踊らされてました。じゃあ横浜のお気に入りの場所？うん、みなとみらいですね、やっぱり。はい、ちょっと王道ですけど、すいません。え、みなとみらいで例えばお出かけ行ったらどんなことしてるんですか？映画とか見たり。うん、誰とだろう、気になるね。まあ、それはまあ家族ですよね。すごいね。いい家族だね。まあ、まあ、いい、夜景綺麗じゃないですか。うん、誰と夜景見たんだろう。家族？一人かな。いや、呼んでんじゃん。呼んでよ。いや、まあいろんな人と行きますよ、やっぱみなとみらいは王道なんで。はい、確かにね。尊敬する人は？いや、なんかちょっと俺恥ずかしいんですけど、うん、あの親っすね、父っすね。え、なんで恥ずかしいんですか？いや、なんか照れくさくないですか、これ見てたらどうするんですか。だって恥ずかしいんですけど俺。いや、嬉しいと思うよ。それはどんなところを尊敬されてるんですか？生き様っすね。かっこいい。なんだろう、決断力があるとか、実行力があるとか。根を持ってます。なんで芯を持ってます。いや、芯を持ってるね。根を持つはちょっとやばい。そうだね、根を持ってたらやばい。芯を持ってます、芯を。せっかくなので、今ね、そういうお父様のエピソードが出たので、カメラに向かってあのお父様に一言メッセージ。いや、マジでやちょっとマジでやめてください。もうなんで。いや、何すればいいんですか。だって
いやいや、だってこれからあの海外行かれるじゃないですか、離れてしまうので、なんか、まあ、とりあえずこれまでの人生のお礼とか、これから頑張っていくじゃないですか。だからなんかお前まだ何もできてねえだろみたいな感じで思われちゃいそうなんで、ちょっとなんかお礼は違うと思いますね。買わせてないよ。え？あれ？今買わせなかったっすか？全然だよ、ダメだよ。ベルギー行きが決まった時に、やっぱそのご両親に話すわけじゃないですか。うん。その時は なんておっしゃったんですか？あれ、うちの親あれなんですよね。なんか結構任せてくれるんですよ、俺にそういうのって。そういうの。だからなんか自分次第な部分あるんで、なんかそう言って、あ、そうなんかみたいな感じでした。頑張れよみたいな感じでしたね。割とその辺はあっさりしてるんですね。信じてくれてる分。そうっすね。まあ、ずっと行きたいっていう感じだったんで自分も。じゃあまたね、その尊敬するお父様のようなかっこいい生き様で海外でも頑張ってほしいですね。はい、そうですね。じゃあこれ送れないわ。はい。この後は福ちゃん恒例のあの質問で斉藤光輝選手が衝撃の告白を。確認したんですよ、今回はこれどうなのかなと。うん、敵多いよ。まあ、その敵多いっていうよりもなんか今回はこれどうなのかなって思ったんですけど、うん、確認をしたところ全然言ってくださいということだったので、斉藤光輝選手お願いしますね、ちゃんと答えてくださいね。はい、はい、なんか、はい、好きな女性のタイプは。おー、具体的なのちょうだい。具体的な具体的なの。芸能人とか、なんか2人だけのものを作れる人がいい。わかります？ほ？なんか素敵っぽいけどどういうことですか？うん。なんか知ってる人とか、なんか周りにいるときはなんかまあ普通な感じなんですけど、うん、なんか2人きりになったときとかの、なんか2人だけのなんて言うんですか、そういうのができる感じの。光輝だけに見せる顔があるみたいな感じなのか。そうですね、なんかお互いなんか2人だと出せるみたいな、なんかそういうのがなんかあったらなんか良くないですか？え、顔とかのタイプはないの？やっぱ綺麗で可愛い人がいい。完璧じゃん、完璧じゃん。そりゃそうだね。まあそうですよね。はいはいはい。すごいモテると思うんですけど、振られたことってあるんですか？振られたことありますよ。へえ、いつ頃ですかそれは？中学とか。え、それは告白して振られたのか、ちょっとお付き合いしてて振られたのか？告白してですね。え、なんて言って告白して、なんて言って振られたんですか？なんで？めっちゃ聞くやん。あんな虚しくなります、振られた。いや、中学の時の話なんて可愛いですって。いや、まあそうっすよね。うん、でもシンプルに言ったんですよ、シンプルに好きです。したらなんか、そうそう、そんな感じ言ったんですよ。したらなんか友達じゃないと見れないみたいな。はぁ、わかります。なんすか、もうやめてくださいって。もう本当に斉藤光輝選手、貴重なエピソードをありがとうございました。ここからはサッカーのお話に移ります。斉藤光輝選手は今シーズンここまで、24試合に出場されて3ゴールの成績なんですけれども、印象に残ってるゴールとかプレーってありますか？
なんか仕掛ける回数が多くて、その仕掛けが成功したりチャンスにつながったりすると、やっぱりその試合は印象に残ってますし、自信にしていい試合なのかなと思って、なんか見返したりはしますね、そういう試合を、はい、うん、でもこのプレー良かったなとかっていうのを見て、やっぱそれも自信に変えてる感じですか？まあ、いいイメージを残してできれば、まあ、そのなんか新たな仕掛け方とかそういうのもできますし、僕が印象に残ってるのはやっぱりアウェーの柏レイソル戦ですね。今シーズンチームの初勝利を挙げた場所、試合なんですけど、まあ、斉藤光輝選手のゴールから3点取って勝利したんで、まあ、チームを勝たせる男ですね。よ、チームを勝たせる男うまいうまいのかその例のうまいっていうやつを私が食らえるとは思ってなかったんで、ちょっと嬉しいです。ありがとうございます試合前に行うルーティーンとかってありますか？試合前の移動とかで音楽を聴くことですね。なんか前ね、音楽の話ちらっとしましたけど、ちなみに何を聞かれてるんですか今は？あいみょんとか、うん、ヒゲダンとか、ちょっと流行りに乗っかっちゃってますあれ、米津さんは聞いてないですか？あ、聞いてます聞いてます。まあ、いつも筋トレしながら歌ってるんですよ。え、何ですかそれ？なんか俺が覗いた時に俺指さして歌ってくれたりとかなんかちょっとディナーショーみたいな感じでやってくれたよこの間こうやってそう、うちさんに向かって、そう、ライブみたいな感じで、そう、あ、その時は清水翔太さんでしたね。あ、そうだ、そうだね。なりきって結構歌ってるんですね。はい、そうですね、ライブ映像をモノマネしてましたね。目標とする選手、三浦知良選手かなっていうふうに、はい、思います。その心は。まあ、心からやっぱりサッカーを愛してる方だと思ってるので、まあ、自分もそういうふうに、まあ、何十年先も思いながらサッカーしてたいなっていうふうに、はい、思うので、はい、挙げさせてもらいました。海外の選手とかは、まあ、もちろんすごいって思ってますし、なんかそうなりたいなと思うんですけど、やっぱりなんかまだ会ったこともないし、うん、近くで感じたことないんで、うん、なんかあんまり分かんないですね、はい、うん、漠然と遠くにいて活躍してる選手に憧れを抱くのではなくって、身近でちゃんと見て、うん、はい、リアルに目標としてる選手が三浦知良選手。そうですね。横浜 FC で育ったことについて、うわ、聞きたいな。育ったことについて、まあ、小学校からか、まあ、横浜 FC っていうチームに、まあ、入らせてもらって、やっぱり絶対他のチームとか行ってたら今の自分はないと思いますし、うん、今の性格でもなかったと思いますし、うん、環境もそうですし、なんか周りの人たちもそうですし、なんかそういうもの一つ一つがなんか自分を作ってきてくれたなっていうふうに思ってるので、まあ、これからもそういう思いを忘れずにやっていけたらいいなと思います。今後のサッカーにおける目標ってどんなものがありますかね？まあ、目標としているのはそのチャンピオンズリーグの決勝に出て、うん、出たいです。出て点取りたいですね。最高だね、はい、でも奥寺会長行ってるから。奥寺会長が、そうか、そうですね、そうで、そこで点取りたいですね。じゃあ、うわいいね、しびれる楽しみだね。じゃあ、うちさん、はいはい、斉藤光輝選手にこれから期待することを教えてください。もうオリンピックもあるし、ワールドカップもあるし、チャンピオンズリーグもあるし、
そういった舞台で、やっぱり日本人の選手が活躍するっていうのはなかなか見れないので、後期にはそういう舞台にぜひ立って活躍できる素材だと思うので、ぜひそういった舞台で戦える選手になってほしいなと思いますね。今後の目標を達成するためにどんなことをしていきたいですか、斉藤光輝選手。まあシンプルに、まあ、努力とかですかね。いやまあでもその努力の仕方っていうのもありますし、まあ、どこをどう変えたらいいのかとか、そういうのを自分で判断できるようにもなりたいですし、まだ経験してないことに対して真剣に向き合える人になっていきたいなっていうふうに思ってるので、そういうのをなんかできれば、まあ、簡単なことじゃないですけど、はい、まあ、そういう目標に近づいていくのかなっていうふうには思ってます。で今シーズンは残り横浜 FC でどんなプレーをしたいですか。見てる人が盛り上がるというかワクワクするようなプレーをしながら、まあ、得点という形で、まあ、恩返しじゃないですけど、なんかそういうチームに貢献できたらいいかなっていうふうに思います。じゃあウッチーさん、はい、その斉藤光輝選手に横浜 FC に残していってほしいものって何ですかね。やっぱり移籍金かな。やらしいわやらしいわそれは冗談として、その横浜 FC のパイオニアとして、こう横浜 FC の看板を背負って世界のピッチで戦ってくれることが、後々のアカデミーの子たちが目指すべき姿になっていくと思うので、どんな時でも、自分を信じて頑張ってほしいなと思うし、横浜 FC はいつでも斉藤光輝選手を待ってますし応援してます。いや、まあ、本当により一層頑張らなきゃいけないなと思いましたし、まあ、本当に活躍したら、まあ、いろんな人が見てくれますし、自分の活躍によっていろんな人を、まあ、いい意味で巻き込めるような存在になっていきたいなというふうに思ってます、思いました。はい、それでは最後にですね、ファンサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いします。まあ、自分もチームに貢献したいですし、まあ、チームももちろん勝ちますし、まあ、そのためには、まあ、ファンサポーターの皆さんの応援が必要だと思っているので、はい、引き続き、まあ、チームのこともそうですし自分のことも、はい、応援よろしくお願いします。横浜 FC でのシーズン残り少ないですけれども、あと海外でもね、これからも本当に頑張って活躍してほしいなと思います。斉藤光輝選手、今日はありがとうございました。ありがとうございました。この番組は株式会社アンデザイン、食を通じて喜びと感動を、株式会社レオック、 YCV テレミン商店街の提供でお届けしました。ハマる横浜 FC。